どうもマサヤングです。今回はですねアンプの話です。この MV50 を買ったいきさつですね。でレビュー動画に関しては別でね、しっかりしてるかどうかわかんないですけど、レビューしてますのでそちらの方を見ていただいて、なぜこれを僕は選んだかっていう話は多分してなかったと思うので、今回はそのお話をしていきたいと思います。はい、今日の朝ごはんでございます。朝じゃないけど、僕はですね基本的にもまあもちろんずっと普通のアンプとか使ってたんですが、まあワイヤレスのアンプが出てからはもうずっとワイヤレスのアンプ使ってて、すごくね便利だなと、シールこういう感じでねこうシールドがビヨーンって這わないので家の中を。でもう朝起きてでワイヤレスズボッと抜いて、ギターに挿してその日にこうね置いとけば、あの いつでもね弾けるすごく便利なものだったんですけども、やっぱその、まあこれ真空管ではないんですけども、まあ結構もう、1週間2週間ぐらい、弾いてるんですけども、やっぱり真空管にかなり音が近いと思います。あのピッキングとかでなんていうかな、下手にミスピッキング、いわゆるその変な当たり方をしたピッキングをした時に変な音が出るんですよね。でそのいわゆるワイヤレスアンプみたいなモデリングされてる、まあデジタル的なアンプだと変なピッキングしても変な音が出ないんですよ。だからこの MV50 はまあその真空管に近いと思うんですけど、その本当にちゃんと弾かないとちゃんと弾けないアンプだなっていうふうに、思っております。でやっぱりそのちゃんと弾かなければならないっていうところでギターもね、うまくなる今更どうこういう話もないですけども、あのうまくなるんじゃないかなと思ってます。なのであのこれ結構ね、おすすめです。普通にね、これが1万6千ぐらい。で、これがいくらぐらい ?7000 ぐらい。7000、8000ぐらい。で、買えるので、2万長所で買えるので、まあ、アンプとして見ても、お安いと思います。で、まあ、このコンパクトさですよ。ね、軽い。多分これ、何百グラム、それは何百グラム、何キロないですからね。そう。で、なんとね、これリバーブがついてないんですよね。で、そのリバーブを練習の時にかけるべきかかけないべきか論っていうのがあると思うんですけど、難しいとこなんですよね。あの両方やった方がいいと思います。リバーブかける練習も、かけない練習も。でもとりあえず、まあ、このアンプでこのアンプはねリバーブついてないんですよ。でもちろんその、まあ、エフェクターかませばね、リバーブつけれるんですけど、今のところこのアンプは、普通に弾くときは、直結してますし、まあ、なんか何が入ってるかな、まあルーパーで、なんか伴奏を流したりするぐらいの、ことしかやってませんので、結構タイトな練習が、できるかなと思いますですね。でやっぱりねそのデジタルとそのアナログを比べてみると、ダイナミックレンジがやっぱ全然違うような気がしますね。うん、なんでその最初の話とも通じますけども、小さく弾いたら小さい音が出るし、大きく弾いたら大きい音が出るっていうね、至極当たり前のことが、この中で行われてると。で音的にもなんかねこうレスポンスがすごいいい感じがするんですよね。そのレイテンシーみたいな音の遅れとかじゃないんですけども、なんかすぐ反応するみたいな、感じがして、すごく弾いてて楽しく弾きたくなる、アンプですね。ということで、ぜひそういう方、これただね問題がその一応そのライン出力とか、裏にねライン出力とか、ヘッドホン挿す
穴、このスピーカーにスピーカー、このキャビンにつなぐ穴とは別に、ヘッドホン端子とラインの出す端子があるんですけども、このライン直、ヘッドホンにで聞く音っていうのはあんまり良くないです。なんでこれ MV50 買う方は一緒にこのキャビネットも買った方が、いいかなと思います、うん、でまあ音がね、まあ、小さい子は小さいは小さいんですけど、やっぱり音は出るので、住宅環境は許す方が、のみしかちょっとね辛いかなっていう感じではあるんですけども、一軒家とか音出せる環境の方はぜひ、買ってみるといいと思います。はい、でちなみにですね、超ちなみになんですけど、さっきこのラインアウト、ヘッドホンとかの端子の方はいまいちっていう話したんですけど、そのヘッドホンの端子から出すとですね、そのキャビネットシミュレーターがかかった状態で、音が出るんですけど、このね、ニューなんだっけこれニューなんとか、このちっちゃいアンプですねの、オグジュアリーインにこの高音端子からここに挿して出してみたんですよ。そしたらまあこの音がしましたね。こいつから出すほどいい音はしなかったですけど、ここから出してこのオブジュアリーインに刺したら、それなりの音はしましたので、ね、例えば、JC とかキャビネットが分かれてないアンプの、センドの方かな、リターンの方ですね、リターンの方にこのラインからの音をさせば、まあ、そこそこいい音がなるんじゃないかなと、まだ検証してないですけどね、っていうところがありますので、ちょっと、スタジオとかでも使えるんじゃないかと思い、期待しております、またこの辺の詳しい話はレビュー動画で話しておりますので、もっと詳しい話を知りたい方は、レビュー動画見てみてください。ということで、ここは以上で終わります。バイバイ。